テルギーの今夜もテル飯。はい、皆さんこんばんは。テルギーチャンネルのテル飯の時間でございます。本日のテル飯は野菜炒め、野菜炒めにコロッケに、こういうやつです。よくわかりませんが、はい、野菜スープ、野菜盛りだくさんでございます。茶碗蒸し、はい、ピリリと辛いキムチ、今日はこれでいただいてみたいと思います。実食、ではまずはじめにメインディッシュの野菜炒めをいただきます。ちょっと醤油が足らんな。醤油をかけます。コロッケにもかけます。うん、コロッケを食べてみますね。こういったやつです。ポテトではないみたいですね。なんでしょうね、これポテトか。やっぱりポテトでした、はい、ポテトコロッケ。こっちは何だろう、これ。なんか上にマヨネーズがついてますけど。これはなんかミンチみたいな感じがするけどね。なんだろうね。なかなか美味しいです。はい、うん、では野菜たっぷりの野菜スープをね、いただきます。ブロッコリーからいただいてみます。熱い。生き返る。行って帰ってくる。生き返る。キムチを開けてみましょう。開きましたな。
けて、これはこれでね、おいしい。皮かぶってますから、皮は剥かないとダメですね。皮は剥かないと美味しくないです。はい、皮剥きました。ちょうどいいですな、これ、うん、これだけで腹いっぱいになりそう。食べてくださいませ。はい、そういうわけでね、一通り食べたってことでね、短いですけど、これ以上見てもな、何も面白くないんですから。はい、人が食べてるね、動画を見てもね、あんまり面白くないということでね、これで終わりたいと思います。今日の献立が分かればそれでいいでしょう。はい、それでお別れします。バイバイ。